マヌエラ・ディチェンタは、イタリア共和国フリフリベネツィア・ジュリア州、ウーディネ・ケンパルッツァ出身の元、クロスカントリースキー選手である、登山家、国会議員。1980年代から1990年代に、国際試合などで活躍、東急オリンピックに5度出場資金、メダル2個を含む7個のメダルを獲得した。弟のジョルジョ・ディチェンタもクロスカントリースキー選手で、 オリンピック金メダリスト、また、陸上競技で1976年、モントリオールオリンピックに出場した、ビナンツィオ・オーティス・ワイトコである。ディ・チェンタは17歳で、イタリアナショナルチーム入りし、2年後の1982年に、クロスカントリースキーワールドカップにデビュー、最初のレースは5キロメートル1 1位だった。同年の世界選手権では1 0トル1 7位。 5キロメートルで8位となった。しかしその後、当時のイタリアスキー連盟会長と対立し、ナショナルチームを離れ国際試合への出場は限られた。1984年サラエボオリンピック代表には、選ばれ5平方キロメートル4位10平方キロメートル8位、20平方キロメートル6位、リレー9位の成績を残した。その後再び国際試合から遠ざかったが、 1988年、カルガリーオリンピック代表となり 5km18 位、10平方 km0 位、リレーでは6位となった。ここから、国際大会で活躍を見せるようになり1990年2月18日の 15km で、ワールドカップ初勝利、自国開催の1991年、ノルディックスキー世界選手権では 5km と 30km で、同、 リレーで銀と計3個のメダルを獲得した。1992年アルベールビルオリンピックでは、リレーで銅メダル。1993年、ノルディックスキー世界選手権では 30km と、リレーで銀メダルを獲得。1994年のリレハンメルオリンピックでは、金2個、銀2個、銅1個と、出場5種目すべてでメダルを獲得。 同年のワールドカップ総合優勝も果たした。1995年のオルディックスキー世界選手権の 30km で銀 5km で銅メダルを獲得。1995から1996シーズンに2度目のワールドカップ総合優勝。1998年長野オリンピックのリレーでは銅メダルを獲得し、これを最後に引退した。 現役引退後イタリアのテレビ局、イタリア放送協会で解説者を務めたほか、イタリアオリンピック委員会、国際オリンピック委員会の委員を務め、2005年にはコニー副会長に就任した。2006年時刻開催のトリノオリンピックでは、コニー及び IOC のメンバーとして、また冬季オリンピックで最も活躍したイタリア女性の一人として、重要な役割をこなした。 開会式では、五輪記入場の8人の騎手の一人として、また、閉会式では、クロスカントリースキー男子 50km の優勝者に、メダルを授与する大役を担ったが、その優勝者は、実定ジョルジョディ・ジェンタであった。2006年までコニーの副会長を務めた後、2006年4月の総選挙で、与党フォルツァイタリアのメンバーとして、会の議員に選出された。 現役引退後の2000年から登山を始め2003年5月23日、イタリア人女性として初めてエベレストの登頂に成功した。ありがとうございます。